前玉神社の鎮座する朝間塚古墳前玉神社は、埼玉県行田市埼玉にある神社。式内社で、旧社格は郷社。社名の前玉は、埼玉の地名の語源と伝える。埼玉県北部の埼玉古墳群内に鎮座し、神社自体も朝間塚古墳の上に鎮座する。祭神は次の二柱。創建は不詳。前玉神社は、埼玉古墳群内に鎮座し、本殿も古墳群の方向に建てられている。これら古墳群の市町村が前玉神社における古代祭祀集団と推定され、古墳時代に古墳群を守護する形で祀られたのが創始になると推測する説がある。社名、前玉の由来も明らかではないが、仁紀3年の戸籍帳である山城の国愛宕郡雲下里慶帳にも、武蔵国前玉郡の表記が見えることから、この前玉が後に埼玉へと変化したと考えられている。延長5年成立の延喜式神明帳では、武蔵国埼玉郡に前玉神社に座と記載され、に座が式内社に列している。読みには、埼玉と埼玉の両方が付記される。中世の動向は不明であるが、社伝によると、忍城中にあった朝間社を勘定してからは、朝間社と合し、鎮座する古墳は富士山に見立てられていたという。はじめ古墳上の神社は、上宮、中腹にある神社は、下宮とされていたが、明治に入り上宮は、前玉神社、下宮は、朝間神社と定められたとも伝える。明治維新後、近代社格制度では郷社に列した。万葉灯籠石鳥居巻主要社殿は、朝間塚古墳の墳頂に鎮座し、本殿、拝殿からなる。墳頂に上る階段口の両脇には高さ2メートルの石灯籠2基が建てられており、これらは万葉灯籠と称される。この灯籠は、元禄10年10月15日に前玉神社の氏子が祈願成就を記念して奉納したという。灯籠にはそれぞれ万葉集に載る当地に関する次の歌が一首ずつ記載されている。これらの灯籠は、行田市指定文化財に指定されている。なお、歌にある大橋沼は前玉神社から東方に比定地がある。また、境内入り口の石鳥居は延宝4年11月の造営で行田市指定文化財に指定されている。石鳥居付近に立つ薪は、樹齢推定600年、樹高16メートルで、現存の薪では埼玉県で最大になり、行田市指定天然記念物に指定されている。前玉神社で年間に行われる祭神の一覧。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。